さあゲートが開きました。1994年の凱旋門賞、おっと伊藤出遅れた、ダンシェンの岡部出遅れました。場内の発売窓口を締め切るベルがけたたましく鳴り響いています。さあ20頭でありますが、果たして先頭に行くのはどの馬でしょうか。真ん中を割って16番が行きました。16番のブロードウェイフライヤー、大方の予想通りブロードウェイフライヤーが先頭に立ちました。外を通ってシラン・マドレ、そして内からキングズシアターでありますが、ご覧のようにブロードウェイフライヤーを除いてあと19頭ほとんど一段であります。ほとんど一段で森の向こうを通過していきます。先頭はブロードウェイフライヤー、ブロードウェイフライヤー先頭、イントレピディディ、そしてシラマドレ、ラード、内を通りましてキングズシアターといったところであります。果たしてホワイトマズルはどこにいるのか。おっと、黄色と黒の縦縞のヘルメット、後ろから4頭目ぐらいであります。ホワイトマズルは後ろから4頭目、そしてダンシェンのしんがりであります。先頭はブロードウェイフライヤー、ブロードウェイフライヤー先頭、ちょっと2馬身から3馬身と差をつけました。キングズシアター、そしてイントレピディディであります。あとエズードが内、そしてカーネギー、エルナンド、さらにシラマドレが外を通っています。ミルコム、人気のミルコムもまだ後ろの方、エルナンド、ブライトムーンでありますが、ホワイトマズルは果たしてどのあたりにいるんでしょうか。まだホワイトマズルは後ろ、まだホワイトマズルは後ろであります。さあ第3コーナーの坂、高低差8メートルの坂を登って、そして坂を下りまして、これからおっとブロードウェイフライヤー、ブロードウェイフライヤーリードを取った、5馬身くらいの差をつけましたでしょうか。ブロードウェイフライヤー先頭であります。内からキングズシアター、イントレピディでありますが、懸命に逃げるブロードウェイフライヤー、ブロードウェイフライヤー逃げた逃げた逃げた、そして内からキングズシアターとイントレピディ、シラマドリが外を通って4番手ぐらいに顔を見せました。ホワイトマズルは果たして、おっとようやく黄色い帽子、黄色と黒の縦縞のヘルメットが外へ行った。ホワイトマズルはずっと外へ行きました。しかし先頭はブロードウェイフライヤー、ブロードウェイフライヤー5馬身くらいのリードがありましょうか。ブロードウェイフライヤー先頭で、まもなく第4コーナーであります。キングズシアター内、そしてイントレピディディ、シラマドレーとほとんど馬順が変わりません。ブロードウェイフライヤー先頭で第4コーナーをカーブして直線に入りました。ちょっとブロードウェイフライヤー足が上がってきたか、ぐーっと角は後ろ出てくる。カーネギー来た、真ん中を割ってカーネギー、カーネギーであります。カーネギー先頭に出たか、カーネギー先頭、内からアップルツリー、おーっと外からホワイトマズル、ホワイトマズル、竹豊の左口が飛んで、ホワイトマズルいい足で差を詰めてくる。ホワイトマズル抜けるか、ホワイトマズル抜けるか、しかし先頭はカーネギーだ、カーネギーだ、外からブライトムーン差を詰める。カーネギー先頭、おっと内からエルナンド、アップルツリー、アップルツリー、ブライトムーンも差を詰める。カーネギーだ、カーネギーだ、カーネギーだ、カーネギー着、カーネギー着、カーネギー着、そして2着にエルナンドであります。カーネギー1着、カーネギー1着、ジャネル騎士の左口、カーネギーやった。